おはようございます、釣り子 TV です。 PE ラインを久しぶりに買ってきてみました。これね、新しいやつみたいなんですけども、シーガーの R18 完全シーバスフラッシュグリーンっていうことで、ちょっとね初めて見かけたんで買ってきてみたんですけども、まあポイントとしてはシーガーだよ、まあ信頼のね、シーガーブランドだよっていうところと、PE で8ブレードって書いてあるから、まあ8本寄りの PE ラインだよっていうところと、まあ太さがですね 0.85 で 150m 入ってるよ、15ポンドの強さがあるよっていう風に書いてあったんですけど、まずこのパッケージがねすごい目を引いたなというところで、釣り具屋さんでこれは新しいなと思って、で PE ラインって1回買ったらねもうしばらく使えちゃうんで、でまあね、1年後とか 1.5 年後とかにね、あれ何糸使ってるんですかなんてご質問を受けることがあるんですけども、忘れちゃってるんですよね、何号巻いたかっていうことで、物忘れが激しいので、自分でもね聞かれた時にすぐ答えられるように、こういう PE を今後、しばらくの間入れますよということで、今回ですね動画にしてみようかなと思いまして、裏にですねいろいろ細かい説明書きがあるんですけど、まずどんな糸かちょっと開けて見ていきたいと思います。まあ糸なんでね、その8本寄りだよっていうところで、あとまあ糸とかだとこの結構鮮やかなグリーンカラーね、シンプルなこういったボビンですけども、まあ丁寧にねこうなってますね。はい、知ってますかね、こんな感じの糸って言っても分かりづらいと思うんですけども、まあこんな感じの糸、あでね、そんな硬くはないんだけど、かといってふにゃふにゃでもない、なんだろう、もっとね腰のない糸はもうちょっと腰ないと思うんですけども、非常にしなやかなんだけど、ちょっとした張りがあるような感じを感じますね。で8本寄りなんで、その最近使ってる糸なんかよりめちゃくちゃ細いってわけじゃないんですけども、結構ねまあ実際の使い心地はしばらく釣りの実調の方でね、どんな感じかなんてレビューしていければなと思うんですけども、ポイント何かあるかな、ちょっと読んでいきたいと思います。シーガー R18 完全シーバスフラッシュグリーン 150m とあと 200m 巻きっていうのがあるんですね。で、当社 PE シリーズ最強のシーガーリミテッド PE を採用、強度対摩耗性に優れたラインです。で、晴天雨天を問わずに見えやすいフラッシュグリーンを採用してますということで、で、まあ、ショックリーダーとして、シーガーグランドマックスショックリーダー、シーガープレミアムマックスショックリーダーをおすすめします。製品の詳細はシーガーウェブサイトへということで、あとはですね、超高強力ポリエチレン繊維って書いてありますね。ね。こんな感じの説明が、裏に書いてあるんですけども、ここね、クレハ合成株式会社シーガー営業部って書いてありますけども、信頼の、ね、クレハね。クレハが作っているということで、いいんじゃないかなという感じで買ってきてみました。まあパッケージがねこんな感じで目引くんで、釣り具屋さんで見かけたら、すぐにわかるんじゃないかなと思うんですけども、このね 0.85 っていうのね、で8本寄りっていうのなんで選んだかっていうことなんですけども、従来だとね4本寄りっていうのが、一般的で、そしてちょっと前にねこの8本寄りっていうのが一世を風靡して、今ね一番寄ってるのだと例えば12本寄りなんていう PE ラインがありますよね。ただ12本寄りねまだ出たばっかりで、今釣り具屋さんで見たらまあ8000円とかね、ものによってね1万円近くしちゃうんですよね。さすがに釣り具に金の糸目をつけないタイプではあるんですけども、
糸に1万いくらはな。ということで、ちょっとね、ビビって、こっちね、買ってきたんですけど、これね、そんなにね、高くはなかったんですよね。価格いくらだったかな。価格なんですけども、このね、8本寄りのシーが、完全シーバスは、店頭だと2500円ぐらいで買えたんじゃなかったかなと思うんですよね。3000円いかないなという、それぐらいの値段で、以前だと8本寄りの PE ラインが、まあ、それぐらい、同じような感じでも、めちゃくちゃ高かったんですよね。まあ、5000円、6000円、まあ、ものによっては7、8000円なんていうのもあったりして、そこでね、どうしようか、8本よりか、4本よりか、なんてね、迷ったりすることがあったんですけども、だいぶこの8本よりに関しては、ね、だいぶ買いやすい価格になってきたんじゃないかな。で、なんで8本より選ぶかっていうとなんですけども、PE ラインね、これしなやかな特性があるんで、しばらく使ってるとこう、結び目ができたりするんですよね。こう、ライントラブルで、ピョン吉直そうなんていう時とかにこう、ちょっとね、まあ、例えばこんな感じで、結ばっちゃったってね。これをね、慎重にほどかないと、まあ、その、リーダーとかも全部ダメになっちゃうん で、4本寄りだと結構がっちり食い込むんだけど、多分ね、これね、まあ、ちょっと今、軽く結んだっていうのはあるんですけど、こう、言えますかね。ほどけるんですよね。まあ、状況によって、あと食い込み方とかによっては、例えば、ほどけなくて切るなんていうことももちろんあると思うんですけど、まあ、こんな感じの、ね、結び目ができても、慎重に静かに、いい感じで力を加えると、ピンってね、こう、トラブルが復旧しやすいな、なんていうイメージがあって、まあ、言っても、そんな安い糸ではないですからね、こうやって現場で、おやって思った時に、4本寄りの PE ラインだと細い針とかでこう、ほぐしながら、結び目がかっちり決まんないように、直してね、まあなんか使ったりとかね、現場で巻き直しとかもなかなか、替えの糸持って行ってる時、持って行ってない時なんていうのがあるんで、困ってたんですけども、8本寄りにしてからこう、今みたいな感じでこう、優しく引っ張ってあげると、ピンってね、まあ取れる場合があるよなんてね、いうことがあって、まあこんな感じで結ばってこうね、輪っかとかになってもこう優しくピンって、はい、元通りね、こんな感じの特性が気に入って自分は最近は8本寄りを使っております。でね、12本寄りとかもね、また買いやすくなってきたら、使ってみたいなと思うんですけども、ちょっとね、まだ出たばっかりだから、この後どういう評判評価になっていくのかね、見守って、そんでまあお値段もそうですね、4000円台とか3000円台に近づいてきたらどうにか導入したいなとは思うんですけども、12本寄りだとね、より繊維が、1本1本の繊維が細くなるから、より円が強くなっていくとは思うんですけども、ただどうですかね、単純な強度で言ったら4本寄りの方が強いなんていう話もありますからね。まああとはその使い心地とか、そのしなやかさ具合とか、自分の釣り物とかと照らし合わせていくといいんじゃないかなと思います。で、ブラックバスで PE ラインね、どんな時にこの、まあ、例えば PE ラインって浮くっていう特性があるんで、それで、まあ、例えば自分なんかノーシンカーの釣りとかやったりすることがあるんで、どういう時にその PE ラインのメリットがありますかなんてご質問を受けることがあるんですけども、まず一つはズバリ浮かしたい時ですよね。そのバスが、まあ、例えばフォーリングのどれぐらいのスピードだと当たりが出やすいかって、もちろんね、フロロカーボンとかのが出やすい時もありますし、ただ表層水面直下をうまいことレンジをキープしたいなんていう時は、浮くタイプのこういう PE ラインを使ったり、あとはこうフロロカーボンだと斜めにこう水中に入っていくわけなんですけど、 PE ラインだとそのなんていうんですかね、投げた先の点からスル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 ってこう
糸が引っ張られて落ちていくなんていう落とし方をしたい時に、使います。あとはですね、単純に、Pラインかフロロカーボンかで言ったら飛距離を、稼ぎたい時ですよね。この細さで15ポンドあるんで、フロロカーボンとかだと自分ブルフラットの釣りとかでも16ポンドとかでやってますからね。そのフロロカーボンと、何にもない状態での引っ張り強度だったら同じぐらいの、強度があるよっていうことで、多少そうですね、この細い直径で、でかい魚がかかってもファイトの仕方によっては取り込みやすいんじゃないかね、細いけど強いから、選ぶこういう場合が、あります。あとは例えばですね、巻きの釣りですね、自分シーバス釣りなんかもやるんですけども、シーバスの時だと昼間は結構ナイロンライン使うことが多いんですけども、夜は、PE ライン使うんですね。なぜかというと当たりがよく感じ取れるから。その当たりを取った方がいいか、取れないでいつの間にか乗っかってた方が、魚が乗ってた方がいいかっていうのは、状況にもよるんですけどね。鳴らして考えると多分ナイロンでやってても PE ラインでやってても、自分の持論としては取れる魚の数は、変わらないじゃないかなと思って両方使ってるんですけども、ただ一つメリットがあるとすれば、夜の釣りって結構物が見えないですからね。真っ暗闇なんで、そんな中で当たりナイロンラインだとこう感じ取れない時があるんですよね。だからそういう時ね、ちょっとね飽きちゃうんですよね。集中してるっていう話なんですけども、 PE ラインだとたまにカンとかトゥンとかこう魚がそばに寄ってきたモモモモモっていう感じとかね、そういうのも、感じ取れたりするんで、結構集中してこうリトリーブがねできる、そういう時に、PE ラインを使うことがあります。それを例えばブラックバスにも応用してですね、最近買ったちょっと感度重視っていうよりも、なんていうんですかね、竿の曲がり重視のグラスの例えばスピニングロッドとかで、飛距離を出して、なおかつねこの糸がねちょっとした感度、センサーみたいにもなるんで、当たりを取ってみたいななんていう時とかに、そういったよく乗る、竿とこの P ラインを合わせて、そんでもってちいちゃいルアーね、細い糸の特性を生かして遠くに飛ばして、で集中して巻いてくるね。シーバスの釣りとかとあと似てんじゃないかなと思って、そこで、であとレジットデザインのいろんな記事とかを見ても、グラスの、スピニングに PE ラインを合わせることによって、抜群の飛距離と、いろんないいことがあるよなんていう記事よく見かけますんでね、ちょっとそこでですね、PE ライン巻いてあるリールもあるんですけども、だいぶね飛びすぎちゃってね、下の底の糸が見えたりするようになってきたんで、一発ね 150m また買って巻き直して使い込んでみようかなと、こういった次第でございます。あとはね、虫パターンとかね、表層で虫パターン浮かせて魚誘い続ける時なんかも多分 PE ライン活躍してくれるんじゃないかなっていうことで、そんなパターンでも使おうと思います。で、結び方なんですけども、自分はプラグを投げないときは大概直結で使っております。ただ直結で使う代わりに少しだけドラグを出るようなセッティングにして、口切りとか高切れとかがないように、ドラグの方をちょっとリーダーつけてるときよりも少しだけ緩めにしてね、もしくは魚かけた後に緩めるような、イメージで使っていて、今のところはねあんまり不満なくね、使えているんで、しばらくこのプラグ以外は直結、プラグを使うときは例えばフロロカーボンの2号のリーダーつけたりとか、細いリーダーつけたりとかしてプラグに引っかかりづらくして使おうかななんていう風に考えております。実際の使い心地はリールに巻いてみて、この
黄緑のね糸巻いてる時は完全シーバスってやつのあれ 0.85 巻いてんだななんてイメージしていただければいいんじゃないかなと思うんですけども、そんな感じでですね、一巻き、これから夏のシーズンをですね快適に過ごすために久しぶりにですね PE ラインを買ってきてみました。というわけで本日の釣り子 TV はこちらですね、クレハ、シーガーの R18 完全シーバスクラッシュグリーン 0.85 150m 巻き、これをね一巻き買ってきてみたよ、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。